こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。超お得、住宅ローンに関するよくある質問20に全てお答えします。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。皆さんは賃貸派ですかマイホーム派ですか僕はどっちかというと、賃貸派ですね。僕が賃貸派である主な理由は3つ。1つ目、日本ではリセールバリューのいい家が少ない。例えば、買った時より高く売れる家が少ないんですね。2つ目、余計なリスクを負いたくない。返済リスク、金利リスクなどですね。 僕はビジネスでリスクを取るために、ビジネス以外のところではリスクは抑える派です。三つ目、ライフスタイルの変化に柔軟に対応したい。家族が増えたり減ったり、それに伴う住環境へのニーズの変化に対応したい。この三つの理由ですね。もちろん僕自身は賃貸派なんですけど、マイホーム派の人を否定する気はありません。リセールバリューが高い家があれば買えばいい。リセールバリューを抜きにしても、豊かな時間を過ごすための贅沢として、家族みんなの理想の家を買うのはあり。こう思っているからですね。さて、 投資のつもりで家を買うにせよ。贅沢、浪費のつもりで家を買うにせよ。キャッシュ一括で家を買う人は少数派でしょう。ここで損をしないために重要なのが住宅ローンに関する知識なんですね。今日の動画では住宅ローンに関するよくある質問20にズバズバ答えていきます。今回は次の3つに分けて解説していきます。1つ目、住宅ローンそもそも編。2つ目、住宅ローン借りようと思った時編。3つ目、住宅ローン借りた後編。住宅というのは人生で一番大きな買い物の1つ。 いつかは家を買うつもりだよっていう人はもちろんのこと、家を買うつもりなんてないよっていう人、もうすでに住宅ローンを組んでしまっているっていう人、誰にとっても学びのある内容になっています。今日の動画を見て、住宅ローンに関する重要なことが一通り抑えられたとか、一番金利が低い有利な住宅ローンを選べたとか、借り換えで月2万円住宅ローンの返済額が安くなったって人が出てくれたら嬉しいです。それでは本題に入ります。住宅ローンよくある質問4選、そもそも編。一つ目。 今の家賃よりローン返済額が安いならお得だよね。二つ目、今は金利が低いから住宅ローンを組むとお得だよね。三つ目、銀行が貸してくれるなら借りて大丈夫じゃないの四つ目、みんないくらぐらい借りてるの順番に解説していきます。そもそも編その一、今の家賃よりローン返済額が安いならお得だよね。この質問に対する僕の回答は、そんなにシンプルな話ではない。本当にどちらがお得か判定するには、長期的な総住宅費を比べることが必要です。 まず30年間賃貸で住み続けた場合にかかるお金全部を合計する。例えば家賃、更新料、火災保険料、引っ越し代なんかですね。次に購入した家に30年間住んだ場合にかかるお金を計算する。住宅ローンの返済総額、購入時の諸費用、税金、登記費用、住宅ローンの諸費用、中古なら中介手数料とかですね。さらに火災保険料、固定資産税、修繕費と、これらを全部合計して、さらに30年後の売却額引く、売却時の諸費用も考慮するわけですね。 この2パターンの操縦拒否を比べてみて初めてどっちがお得か結論が出ます。でもですよ、皆さん。その家に何年住むのか、30年なのか、50年なのか、30年後に一体いくらで売れるのか、こういうことは誰にも予測できないので、賃貸と持ち家どちらが得か、答えは誰にもわからないっていうつまらない結論になるんですね。とはいえ、今の家賃とローンの返済額、この2つだけを比べて意思決定するのはいけてないってことに変わりはありません。 家賃を払うぐらいなら、そのお支払い分でマイホームが持てますよっていう住宅販売業者のセールストークに載せられないように注意しましょう。そもそも編その2、今は金利が低いから住宅ローンを組むとお得だよね。僕の回答は、そんなにシンプルな話ではない。2回目です。金利が低くて住宅ローンが組みやすいってことは、住宅を買える人が多いってことです。すると、住宅価格は上がりやすくなるんですね。物の価格は需要と供給で決まるからです。 現実に最近の都市圏の中古マンションはガンガン値段が上がってます。いくら金利が低くても、住宅そのものの価格が高くなっていたら、住宅購入にかかるお金が安くなるとは限りません。さらにもし今後の金利が上昇するなら、変動金利で住宅ローンを借りている人は返済負担が増える。そして住宅そのものの資産価値も下がりやすくなる。これは現在住宅価格が上がっているのと同じ話ですね。金利が上がって住宅ローンを組める人が減れば、住宅の需要が落ちて価格が下がります。そういうリスクも考慮しておかないと、 こんなはずじゃなかったってことになるんですね。先ほどの質問もそうですが、シンプルすぎる話に乗せられてしまうのが、お金に弱い人の特徴です。注意しましょうね。そもそも編その3。銀行が貸してくれるなら借りて大丈夫じゃないの僕の回答は、そんなにシンプルな話ではない。3回目ですね。確かに銀行は、この人はきちんと住宅ローンを返済してくれるか、っていう点に注意して貸し付けの判断をします。けれども、銀行側の意図を抑えるとき、見逃してはいけないポイントが3つあります。1つ目。 銀行は借り手の暮らしのゆとりまでは考えていない。教育費が足りなくなっていても、食費を切り詰めていても、ローンさえ返済してくれるなら、銀行には関係ないんですね。二つ目、銀行は住宅を担保に取っている。返済できなくなったなら、住宅を競売にかけてローンを回収してもいい。三つ目、銀行は何パーセントかの人は返済できなくなる前提で、それでもトータルで利益が出るように貸付金利を決めている。ここまで考えると、 銀行が貸してくれれば借りても大丈夫っていうのはちょっとシンプルすぎることがわかりますよね。そもそも編その4。みんないくらぐらい借りてるの回答は、令和2年度の借り入れ額平均はこんな感じです。注文住宅3409万円。分譲小建て住宅2855万円。分譲マンション3050万円。中古小建て住宅1754万円。中古マンション1286万円。質問の多いところなので平均値を紹介したんですけど、 みんなと同じぐらいだからいいかなとか、平均くらいの借り入れ額にしておこうかなみたいな発想は非常に危険なので注意してください。人それぞれ買っている住宅の資産価値も、持っている資産全体の金額も、収入の金額や安定度も、住宅以外の生活費も家族構成も、そして住宅ローンの借り入れ金利や借り入れ期間も何もかもが違います。平均に合わせるっていうのは全く安心材料にならないってことは覚えておきましょう。住宅ローンよくある質問13選。 よし、借りようと思った時へん。質問はこの13個。1、固定金利と変動金利、どっちがいいの ?2、店頭表示金利って何 ?3、借り入れ金額はいくらぐらいが適切 ?4、フルローンってあり ?5、頭金っていくら入れればいいの ?6、借り入れ期間はどれぐらいが適切 ?7、カーローンとかカードローンとか返しておいた方がいいの ?8、定型ローンって何 ?9、どこの銀行で借りるのがおすすめ ?10、住宅ローンの複数申し込みはあり 11、元利均等返済と元金均等返済ってどっちがいいの ?12、ボーナス返済ってあり ?13、ペアローンってあり順番にテンポよく行きましょう。よし、借りようと思った時編、その1、固定金利と変動金利どっちがいいのこれに対する回答は、一概に言えない。リスクを取れる人だけが変動金利を検討しよう。固定金利、変動金利問題の本質は、誰が金利の変動リスクを負うかこれなんですね。こういうイメージを持つとわかりやすいかなと思います。 3000万円の住宅ローンを借りたときに、固定金利の場合、総返済額は3700万円。世の中の金利の変化に関わらず、総返済額は動かない。変動金利の場合、総返済額は3300万円から4100万円。金利が低いままなら安上がり、高くなると負担が重くなる。変動金利を選択した場合、固定金利で借りたときより、得するかもしれないし、損するかもしれない。これが皆さんが金利の変動リスクを引き受けるってことの意味なんですね。 要は、勝つか負けるかのギャンブルみたいなものです。契約時点で固定金利と変動金利、どちらが得かっていうのは誰にもわかりません。でもさあ、あ学長、固定金利は変動金利より高いからやだよって感じる人もいると思いますが、固定金利と変動金利の差は、金利上昇に対する保険料みたいなものなんですね。保険料を払ってでもリスクを軽減したい人、すべき人は固定金利。保険料を払わずにリスクを引き受けられる人は変動金利。これがベースの考え方なんですね。意外に感じるかもしれませんが、 金利が高い固定金利っていうのは収入、資産に余裕のない人向けなんですね。余裕がないから保険が必要。一方で金利が低い変動金利というのは収入、資産に余裕のある人向けなんですね。余裕がある人は運悪く金利が上昇しても耐えられるからです。正解はないっていうのが前提ではありますが、少なくとも収入の少ない人が変動金利を前提にギリギリのローンを組むこと。これは僕は絶対にお勧めしません。よし、借りようと思った時編その2。店頭表示金利って何 点灯表示金利っていうのは低下みたいなものです。ここから割引があります。住宅ローン金利の特徴は、一旦点灯金利を見せておいて、そこから引き下げて最終的な融資比率を決めるっていう二段構えになっていることなんですね。大企業勤務の高年収エリートほど引き下げ幅が大きいっていう残酷な世界です。例えば、三井住友フィナンシャルグループの住宅ローン金利はこんな感じ。一番上を見てみると、点灯金利ってなっているところが2.475%になってますね。 そして、ご融資利率っていうところが0.475%から0.725%ってなっていますね。最大で2.475%から0.475%まで2%値引きしてくれることがわかります。皆さんに理解してほしいポイントは、店頭金利からどれぐらい引き下げてもらえるか、最大の優遇が受けられるのか、そしてどれぐらいの期間引き下げてもらえるか、これは審査してもらわないとわからないってことなんですよ。皆さんの属性、職業、勤務先、年収資産など、 そして物件の価値、頭金の金額、これらで融資条件は変わるんですね。広告の見かけの金利に惑わされないようにしましょう。よし、借りようと思った時編その3。借り入れ金額はいくらぐらいが適切これに対する僕の回答は、毎月の返済額が月の手取りの30%以内に収まるような金額。例えばこんな感じです。手取り20万円なら毎月6万円、借り入れ総額約2000万円。手取り30万円なら毎月9万円、借り入れ総額約3000万円。 手取り40万円なら毎月12万円、借り入れ総額約4000万円。手取り50万円なら毎月15万円、借り入れ総額約5000万円。すべて35年、固定金利1.2%、元利均等返済を想定、いずれもボーナスによる返済なしで計算しています。もちろん生活スタイルや家族構成によって40%から50%でも OK。いやいや20%ぐらいじゃないときつい、みたいな感じで、いろんなパターン存在しますけどね。僕の周りにいるアホほどお金を貯めて上手に増やしている人たちは、 住宅費が手取り収入の20%以下だったりするので、資産をがっつり増やしたい人はその辺の数字も意識してみてください。よし、借りようと思った時編その4。フルローンってあり僕の回答は、買った時点で純資産が黒字の良い,い物件ならあり。住宅を買う人が必ず意識しなくてはいけないのは、住宅のリセールバリュー、市場価値と住宅ローンの残債この2つ。そして一番大切なのは、住宅のリセールバリュー代なり住宅ローンの残債であること。ここが大切なんですよ。 住宅のリセールバリュー、市場価値の方が住宅ローンの残差より大きいこと。つまり、純資産が黒字であることが非常に大切です。例えば、本来3,500万円の価値がある住宅を売り手の売り急ぎ、投げ売りなどが理由で、たまたま3,000万円で買える場合、こういう時はフルローンでも OK です。リセールバリューが3,500万円あって、住宅ローンが3,000万円なので、いつ住宅を売っても借金だけが残るっていう状況にはならないからです。よし、借りようと思った時編その後、頭金っていくら入れればいいの この2つの基準で判断してください。基準1、自分が持っているお金を住宅ローン金利以上で運用できるかどうか。基準2、自由に使えるお金をどれだけ持っていたいか。例えば、1000万円持ってる人が3000万円の家を買おうとしている場合を想定します。1000万円をインデックス投資等で年利5%で運用できるっていう人は、年1%の住宅ローン金利を払っても、トータルで差し引き年間4%お得ですよね。もしくは将来自由に使える1000万円、教育費や介護費などを手元に残しておくために、 1> 年1%の住宅ローン金利を払ってもいいと考える。ある意味保険料みたいなもの。こう考えれる人、このような場合には頭金を入れる必要はありません。一方で、自分で資産運用なんてできない、する気もないとか、将来突発的にお金が必要になることはなさそうという人であれば、可能な限り頭金を入れてもいいでしょう。住宅ローン工場を使ってから一気に繰り上げ返済でも OK です。ちなみに、郊外の新築戸建てを4000万円で買う。1年後のリセールバリューは3500万円。 頭金ゼロ、フルローン4000万円で組む。みたいな場合は、実質的に勝った瞬間、500万円の赤字になります。この場合、手元に500万円のキャッシュを持っていないと、いざという時に売るに売れなくなる。借金だけが残る状態なので、要注意です。こんな物件はそもそも頭金を入れないと、ローンの審査に通らない可能性が高いです。ちなみのちなみに、僕の兄は手元のキャッシュがほとんどないのに、車のローンを1000万円程度で組んで、ローン払えへんくなったら売るからええねんって言ってたんですね。だけど、いざ売らないといけなくなった時に、 リセールバリュー、小なりローン残債、ローン残債の方が多い状態だったので、手放したいのに手放せず、借金だけ残る状態に苦しんでました。買う前に警告したんやけどなーっていう感じですね。仲はいいですよ。よし、借りようと思った時編、その6。借り入れ期間はどれぐらいが適切僕の回答は、できるだけ長く組むのがいいです。主な理由はこの3つ。1つ目、月々の返済額が減り、自由に使えるお金が手元に残る。 もしもの時に備えられるし、繰り上げ返済にも使える。住宅ローン金利以上の利回りで資産運用できる可能性もあります。二つ目、住宅ローンの金利は個人の借り入れ金利の中で最も低い。三つ目、借り入れ期間は後から短くすることはできるが、長くすることは原則できない。普通、住宅ローン借り入れの最長期間は、現在から80歳までの年数か35年。このどちらかの短い方です。30歳の人なら35年。50歳の人なら30年って感じですね。この最長期間でローンを組むのがおすすめです。 ちなみに僕の兄は、カーローンをできるだけ短い期間で組もうとしていました。借金はできるだけ早く返したいから、返済期間短くするねーって言って短くして、毎月の支払いが苦しくなってましたね。一見正しいんですけどね。カーローンは金利が高いから早く返さなあかんのは確かやけど、キャッシュがしんどくなるでーって言ってたんですけどね。住宅ローンは金利が低いので期間を長く取りましょう。よし、借りようと思った時編、その7。カーローンとかカードローンとかは返しておいた方がいい。これに対する回答は、金額の小さいものはその必要なし。 銀行は皆さんから申し込まれた住宅ローンの審査をする際に、年収に占めるローン返済額の割合、返済比率が一定率以下であることを確認します。例えば、年収が500万円、そして住宅ローン返済額は年間100万円。これなら100万円割る5 0 0万円で20%なので、審査 OK っていった感じですね。一般に35%ぐらいが目安です。この時にカーローンやカードローン、奨学金などのローンがあると、これらの数字も返済額に含まれてしまうんですね。 だから、これらのローンが多額の場合は先に返しておかないと、住宅ローンの審査に通りません。他でローンがあるかどうかではなくって、返済比率の計算に影響があるかどうかってことが重要なので、少額のローンについては特に事前に関西しておく必要はありません。よし、借りようと思った時編その8。定型ローンって何これは不動産業者とお付き合いのある金融機関のローンのことです。一般の住宅ローンに比べて条件の良い,いものが多いんですね。例えば、低金利。物件の審査が進んでいるので、審査が短期間で済む。 不動産業者、ハウスメーカー等が手続きを一部代行してくれるっていった感じですね。一方で、実は他のローンの方が有利、金利が低いとか男子の保障内容に差があると、不動産業者にも手数料を払う必要があるっていったケースももちろんあります。提携ローンは有力な選択肢の一つ。ただし、比較、検討は必須。そういう感覚で OK です。よし、借りようと思った時変、その9。どこの銀行で借りるのがおすすめこれに対する回答は、銀行によって得意、不得意があるので比較していくしかないです。 住宅ローンっていう商品は皆さんが考える以上に非常に種類が多く内容も高度で専門的なんですね。ある程度知識があって自分で選べる人はいいんですけど、自信がない人はモゲチェックのようなサービスを使うのは大いにありです。このモゲチェックっていうサービスは、一度の申し込みで多数の金融機関の中から最も低い金利の住宅ローンを案内してもらえるっていうめちゃくちゃ便利なサービスなんですね。モゲチェックはウェブ上で簡単に手続きができて、チャットや電話でプロのアドバイザーからアドバイスも受けられる。しかもユーザー側の利用料は完全無料なんですね。 オンライン住宅ローンサービスではすでにシェアナンバー1期待のフィンテック企業ですね。定型ローンの中身を検討しつつ、もげチェックのようなサービスを使って相場を調べると、損する可能性が低い住宅ローンを選べるかなって思います。よし、借りようと思った時変その10。住宅ローンの複数申し込みはありこれについてはありです。っていうか最低3つは同時にやった方がいいです。大切なことを言います。早い段階で1つの住宅ローンに絞り、そのままま本審査に出す。これはダメなんですね。 一方で、これを推奨します。複数の金融機関で本審査を申し込んで、最後に一番有利なものに決定する。なぜかというと、申し込みから審査、融資実行の日までに金利が動くからです。金利は月一回見直されるので、今月は低い金利だったのに、来月は高い金利になる。こんなことは日常茶飯事なんですね。検討段階で一番優秀だった金融機関の住宅ローンが最後の最後、融資の段階で一番優秀とは限らないわけです。あんまりいろんな銀行に申し込みをしない方がいい、なんて言われたりしますが、 借り手にとって複数申し込みのデメリットは少ない。審査の対応がちょっと面倒な程度です。ここはかけるべき手間ですね。よし、借りようと思った時編、その11。元利均等返済と元金均等返済ってどっちがいいのこれについての回答は別にどちらでも構わないです。元金均等返済の方が総支払い額が少なくなるって聞いたよっていう勉強熱心な方もいると思います。でも、住宅ローン控除っていう制度をしっかり使う前提だと、実はそんなに大きな差がつかないんですね。元利均等返済っていうのは 毎月返済額が一定で、最初は利息の支払いが多くて元金が多いですからね。そしてどんどん利息が減って元金返済部分が増えていくっていう返済方法です。見ての通り、元金が減るペースが遅いので、トータルの支払い額が多くなりがちなんですね。でも、残っている元本が多いということは、住宅ローン控除で取り返せる金額が大きいってことになります。現状低金利が続いている、住宅ローン控除制度がある、この現状では、元利均等か元金均等か、これらを悩む必要はあんまりないですね。 元利均等の方が一般的で元金均等返済は扱いがない銀行も多いです。よし、借りようと思った時編、その10に、ボーナス返済ってあり、これについての回答はなしですね。これなんでかっていうと、ボーナスには支給額が確定していない。いっそ支給されるかどうかも確定していないっていう特徴があります。景気や会社業績、個人の目標達成状況など、様々な要因で変動するものなんですよね。実際にコロナ禍で2021年の冬のボーナスは19.4%の会社で減額されています。 必ず返さなければならないローンをあるかどうか分からないボーナスで賄うっていうのはかなり危険なことだっていうのが分かりますよね。ボーナス返済っていうのは公務員レベルで支給額が安定していて支給確率が高い。このような時に初めて検討の余地があるぐらいの選択肢ですね。よし、借りようと思った時編その13。ペアローンってありこれについての回答はおすすめしません。ペアローンっていうのはこういうものなんですね。共働きの夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りる。 夫が1500万円、妻が1500万円住宅ローンを借りて3000万円の住宅を買うっていった感じですね。お互いがお互いのローンの連帯保証人になる。住宅は共有名義となり、ローンの割合に応じた比率で登記する。別な割合にしたりとか単独名義にすると贈与税がかかってしまうんですね。そして僕がなぜペアローンをお勧すすめしないかっていうと、ペアローンは離婚しないこと、そして住宅ローン期間中夫婦どちらも職を失わないこと、これが前提だからですね。 学長、うちは大丈夫だよっていう声あると思うんですけど、誰もが自分たちだけは大丈夫って思うものですが、今の日本では現実に3組に1組が離婚している。1人でさえ定年まで勤め上げるのが難しい時代、それを2人揃ってってなるとってことですよね。そして妊娠、出産などにより仕事を続けるのが難しくなるケースもある。どちらか1人で借りられる範囲の借り入額にしておく方が無難ですね。最後、住宅ローン、借りた後編の質問はこの3つです。1つ目、繰り上げ返済すべき ?2 つ目、 繰り上げ返済をするなら、返済期間短縮型と返済額軽減型、どっちがお得三つ目、ローン返済が苦しいときはどうすればいい順番に回答していきます。借りた後編その1、繰り上げ返済すべきこれに対しての回答は、頭金の時と同じ考え方です。この二つの基準で判断してください。基準1、自分が持っているお金を住宅ローン金利以上で運用できるかどうか。基準2、自由に使えるお金をどれだけ持っていたいか。この二つの基準ですね。 つまり、手元のお金を住宅ローン金利上で運用できる。もしくは手元に自由に使えるお金を持っておきたい。住宅ローン金利は手元に自由なお金を残すための保険料と割り切る。このような人の繰り上げ返済の必要はありません。なお、住宅のリセールバリューより残債が大きい人。つまり、売っても借金だけが残る状態の人は、繰り上げ返済する市内はさておき。とにかく急いで貯金をして、家計の純資産をトータルで黒字にしてください。ここ自由なとこですよ。 繰り上げ返済するかどうかの検討はその後でも遅くありません。借りた後編その2。繰り上げ返済をするなら返済期間短縮型と返済額軽減型。どっちがお得これについての回答は、返済期間短縮型です。繰り上げ返済には毎月の返済額を減らす返済額軽減型。例えば月8万円から月7万円に減らすっていうタイプですね。もう一方は返済期間を短くする期間短縮型。これは残り15年から残り12年にする。この2つがあります。 トータルで支払い総額が少なくなるのは期間短縮型です。繰り上げ返済を選んだってことは、手元のお金を住宅ローン金利以上で運用できない、するつもりがない。そして金利という保険料を払ってでも手元にお金を残したいってわけでもないってことになるんですね。それならば、トータルの支払い総額を減らせる期間短縮型を選ぶのが合理的ですね。借りた後編、その3、ローン返済が苦しい時はどうすればいいこれに対しての僕の回答は、1、借り換えを検討。 二、公的機関、金融機関に相談。三、売る。この三つですね。まずは住宅ローンの金利を下げられないか、借り換えを検討しましょう。先ほども紹介したモゲチェックは借り換え検討もできます。利用料は完全無料。昔は成果報酬でしたが、完全にゼロになりました。たくさんのローンから一番安い金利のローンを選んでくれる。手続きは Web で OK。住宅ローンのプロがチャットや電話でとことんサポートっていった感じで、モゲチェックを使った借り換えにより、 月々の返済額は平均2万円減っているとのことで、これでめちゃくちゃ大きい固定費の削減ですよね。残債が大きい、例えば4000万円以上あるとか、1.5%以上の金利で借りているっていうような場合にはぜひチェックしてください。返済に苦しい人だけではなくって、10年以上前に住宅ローンを組んだ人も十分に利用する価値があると思います。リンクはいつものようにこの動画の概要欄に貼っておきますので、興味のある人はぜひ試してみてください。苦しい時は公的機関、住宅ローンを組んでいる金融機関に相談するのもありです。 一時的に返済を背負いてくれたり、返済額やスケジュールを見直してくれたり、事情によっては柔軟に対応してくれることがあります。どうしてもきつい場合には、売って手放してしまうのも選択肢です。イエウールのようなサイトで必ず複数の業者から見積もりを取って、納得のいく値段で売り抜けましょう。なお、返済が苦しい時にやってはいけない5つのことについてはこちらの過去動画を参考にしてください。住宅ローンで困窮している実例とやってはいけない5つのこと。まとめいきましょう。平均や数字に惑わされず、住宅ローンの知識を正しく学び、賢く使おう。 最後に今日の動画の総復習です。全部で20の質問に回答しました。読み上げるだけで声が枯れてしまいましたね。質問1。今の家賃よりローン返済額が安いならお得だよね。これについての回答はそんなにシンプルな話ではありません。質問2。今は金利が低いから住宅ローンを組むとお得だよね。これについての回答もそんなにシンプルな話ではありません。質問3。銀行が貸してくれるなら借りて大丈夫じゃないのそんなにシンプルな話ではありません。3回目ですね。質問4。みんないくらぐらい借りてるの 令和2年度の仮入れ額平均はこんな感じです。注文住宅3409万円。分譲小建て住宅2855万円。分譲マンション3050万円。中古小建て住宅1754万円。中古マンション1286万円。こんな感じですね。質問5。固定金利と変動金利。どっちがいいの一概に言えません。リスクを取れる人だけが変動金利を検討しましょう。質問6。店頭表示金利って何定価みたいなものです。ここから割引があります。 質問7、借り入れ金額はいくらぐらいが適切毎月の返済額が月の手取りの30%以内に収まるような金額です。質問8、フルローンってあり買った時点で純資産が黒字の両物件ならありです。質問9、頭金っていくら入れればいいのこの2つの基準で判断してください。基準1、自分が持っているお金を住宅ローン金利以上で運用できるかどうか。基準2、自由に使えるお金をどれだけ持っていたいか。質問10、借り入れ期間はどれぐらいが適切 できるだけ長く組むのがいいです。質問11、カーローンとかカードローンとか返しておいた方がいい金額の小さいものはその必要はありません。質問12、定型ローンって何不動産業者とお付き合いのある金融機関のローンのことです。割と好条件です。質問13、どこの銀行で借りるのがおすすめ銀行によって得意不得意があるので比較していくしかないです。質問14、住宅ローンの複数申し込みはありこれはありです。っていうか最低3つは同時にやった方がいいです。質問15、 元利均等返済と元金均等返済ってどっちがいいのこれは別にどちらでも構わないです。質問16、ボーナス返済ってありこれはなしです。質問17、ペアローンってありおすすめしません。質問18、繰り上げ返済すべき頭金の時と同じ考え方です。質問19、繰り上げ返済をするなら返済期間短縮型と返済額軽減型、どっちがお得返済期間短縮型です。質問20、ローン返済が苦しい時はどうすればいい一つ目、借り換え検討。 二つ目、公的機関、金融機関に相談。三つ目、売る。この三つになります。最後に、おすすめのサービスや本のまとめは全てこの動画の概要欄にリンクを貼っておきます。新規住宅ローン、借り換え住宅ローン、どちらにせよ一番有利な住宅ローンを探し当てたいなら、モゲチェックがおすすめです。完全無料、ウェブで手続き、プロのサポート付き、使わない理由がありません。家を売りたいなら、家売る。不動産一括査定サイトの大手です。ネット上で完全無料査定、最大6社まで同時に見積もり可能。 全国1600社から選定された業者です。47都道府県対応。利用者月間1万人以上。ただし注意点として不動産業者から電話が来ます。3社程度の見積もり以来がおすすめです。住宅ローンについてもっと詳しく知りたい人は、住宅ローン、絶対に損したくない人が読む本。この本がおすすめですね。読みやすく、わかりやすく、レベルも十分です。今日が人生で一番若い日です。今回はすごいボリュームでしたね。難しい話もありましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございます。今日の動画が皆さんの役に立てれば嬉しいです。 ということで、これからもしっかり学んで行動して自由の道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。住宅を制する者は蓄財を制す。気をつけていってらっしゃい。